替え4曲ずつやってるんですよね。四三十二の四二の八一二八一二八ね一二八。まあでもまあね、128曲やったわけじゃないですからね、もう繰り返しやってますんで、そう20曲ぐらいは取れますよ、ね。僕たちはあの自分の好きな曲をやるっていうことはないんです。どっちかというとあの職業仲間たちのもんですから、そのこの曲弾いてくださいとか、こういう、ね、芝居がありますからこれ弾いてください、こういう踊りがあるからこれ弾いてくださいっていう、まあなんとか地方といいますかね、あの要望に応えて、弾いてるんですけど、こうやってあの自分の好きな曲をこうやって、演奏会をするっていう人たちはあまりいないわけでして、その数少ないメンバーの一人でございますけどね、まあ、メンバーって僕しか多分いないと思いますけど、誰とも比べられないってことですね。比べられないんですよ。だからこれいいんですよ。だから僕のことうまいとも下手とも言えないんですよ。こうやってる人がいないんだから、あんまりね、そんなことで今日4曲聴いていただきます。コカジね、蓬莱、3曲糸の調べ、蔵山山。コカジ、聴いていただきました。コカジというのはまあこう刀鍛冶のお話ですから、こうトンテントンテンという刀鍛冶の感じがあるんですね。それの相づちというね、片っぽを持つ人、相づちね、うなずく人じゃなくてこの片っぽを持つ人のこと、相づちがですから、こうちょっと話によりますと、相づちがこういな、大体こう刀鍛冶の方たち、まあ、大体こう信仰を持ってますから、これはお稲荷さんの信仰でございます、この方ね。ですからこう、お稲荷さんの方の妖精というか、この狐の化身が出てきまして、あれ、なんかキスにちっちゃいキスが来たね。お前、あいつつにしてくれんのか。コンコンつって片方を持っていただいて、トンテンカン、トンテンカンと語らんだ立派なですから、それを小狐丸と名付けようと話ではないのかもしれないです。まあ、その僕はそういうイメージで弾いてるわけだよね。なんかまあ、だからテンドンツテンドッタン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 とメロディーがちょいちょい出てくるんですけど、これがね、まあ、その要は大稲荷さんの方が狐がなんか出てくる感じだから、狐と言いますと皆さん狐忠信ってお芝居あるんだよね。あれ思い出、ああいう時もなんだったらそういうメロディーなんですね。なんだろう、狐さんからね、大体そういう感じでございます。そういうのが小梶でございました。お話さん、なるべあんまり小梶もあの演奏会では演奏しません。僕はね、お稽古に出すんで必ず小梶でみんなお弟子さんはやらせますけど、あんまりやらないです。ですから僕も初めてかと思います、お林さんと一緒にやるのはね。こういう風に絡むんだってなかなか面白いもんですね、と思いました。そういう効果で聞いていただきました。さあ次に聞いていただくのは蓬莱でございます。まあ、こう蓬莱と聞きましょう。蓬莱ってどういう曲なのかなと思います。まあ、蓬莱さんなんですね。蓬莱さんというと結局、あ、何でも新山有国、何でも蓬莱さんの方から中国の方のなんていうの、桃源郷みたいなことですね。なんかそっち行くとなんか悟りがあるよみたいな、そういうな蓬莱さん、その蓬莱さん、めでたいものを遊郭に持ってくるというのは、長唄にありがちな乱暴なやつですね。ゴーンとくっつけたら、ガチャッとくっつかない、全然くっつかないものをくっつけてしまうというのは、まあ、僕らのね、世界のあれでございますよ。で、ガチャッとくっつけると、その遊郭の人たちも、蓬莱のことを、なんていうか、頑張れよっていうことなんですよね。そういうことで、蓬莱って言いますと、豚まんしか想像できない方はちょっと関西の方じゃないけど、その僕はね、蓬莱っていうとね、僕はね、ラーメン屋を思い浮かべるんですよ。蓬莱ってラーメン屋があったんですね、子供の時で、それを蓬莱って聞くためにね、ラーメン食いたいなと思っちゃうんですけど、まあそういう感じです。蓬莱、これはうららかな日の出色染みてきて、この前にも、いろいろありまして、本調子ね、本調子っていうのは今日元気だぞってことじゃなくて、これは三味線の調子の話ですね。まして、この本調子、萩野っていうのと二つあるんですけどね、2回あるんですよ、ね、2回あるとにかく、だんだんこういうのが招くね、招く、ザギの知らずよと招くんですね。これがまあ2杯くるので、これが田舎節と言いまして、生涯節っていうのかな、なんとかなんとか生涯節ってね、これがテレトンテレトンテレトンというところに歌ってあります、非常にいいです。これはね、半田さん、正江さんに独演で歌っているの、これね、正江さんのイメージした曲で、別に俺が作ったわけじゃないですけど、これは正江さんの声でやりたいっていう感じ。それからもう一つね、これには、ね、笛が付き物なんです。笛をね、美佐子ちゃんに吹いてきて、
ター、持ち主美佐穂さんですけどね、本名は美佐子なんですが、美佐子ちゃんって呼んでますから、美佐子ちゃんに触れを、これは美佐子ちゃんの上でやってみたいなと思うんですけど、その何て言うんですか、このねこれはまたこう田舎笛っていう笛が本調子になりますと入ります、篠笛になります、その前も入っておりますけど、これが非常にこうなんていうか夕暮れみたいな感じ、なんか僕らも想像するね、これ若い人が聞いてもなんかこう笛の音っていうのはなんか若い人が聞いたところで、あの なんかあんまり朝方は連想しないよね、なんとなく夕暮れの感じで、ね、ふーって吹いてきて、おかえりなさい、ただいま遅かったねっていうような会話があるような、なんか審判で出てきそうな、そんな感じがしますが、そういうイメージが非常にあります。蓬莱という短い曲ですけれども、非常にこののんびりとした、なかなか今では味わえない、まあ今コロナでのんびりしちゃってますけれども、そのまあそういう感じの蓬莱を聴いていただきますね。それからもう一曲聴いていただくのは3曲糸の調べ、これはね、こんなふざけて喋ってる、ふざけてっていうのなんですけど、喋った後にずっと3曲弾ける人なんですが、僕しかいないと思いますからね普通の人は喋りませんからね3曲糸の調べなんていうのは、これは三味線の最高峰と言われております。最高峰と言われるっていうのも、何に対して最高峰というかってことですね。テクニックですね、うん、まあもちろん腹の作り方、ノリの作り方ありますけれども、まあとにかくこう、なんていうの、まあ、とにかく弾けないからね。でこれはもう本当に何ていうか、訓練しないといけないよね、まあ、訓練して、うん、訓練したけど、あのすごい手弾いてるなってあんまり思わしちゃいけないんですよ。スラスラスラって何でもないですよ何でもないですよって顔でやんなきゃいけませんけど、こう何でもありますよってことを やったら喋りますから、今はね大変なんですね、これは本当に、まあ、20代の、まあ、20歳でこの世界に入って30を迎えるところかな、やっぱりその僕の師匠の松永和三郎、それから今の家元松永忠五郎師匠、やっぱりその、まあ、特に和三郎師匠なんかがこの3曲糸の調べが非常にこういくつもテープが残ってて、その当時もまだ弾いておりまして、弾いててすげえなと思って、なんかウィーンってなってんだけど、ぐち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 、どういう旋律なんだろうとか、どういう間合いなんだろう、リズムはどうなってんだろうっていうぐらい、うん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 、で歌がピーって入ってくるわけですよ。ああ時々歌うの踊る人は退屈だよねまあでもそれってね、何とも言えなくて、それがすごいなと思ってて、それでまあ教えてくださいなんて言いませんけれども、まあ言えないんですけれども、まあまあでもお前らも、ね、お前もやってみたらいいじゃねえかということで、もうで本音っちゅうのと楓っちゅうのがあるんですね。でまあ、これはもう3曲糸の調べはもうとにかく楓がもうとにかく楓の方が、まあ、縦の方が何ちゅうか、もう本音は本当に骨だけ骨格だけ引いてる、でその肉付け全部あの縦の方が楓で持ってくるみたいな、だから本音だけ引いてるとすごい物足りないんですよ、ポツッポツッっていう感じ、うん、でだからね最初にあの自分でやろうと思ったってね、どうしたって本音を引かない、最初から楓をね、引き返す仕方がないから、本音なんかもう随分後になってから覚えましたけどね、楓しか覚えてない。やってました。ああ、初めて弾いたのが、確か純一郎とやりました。ま、松永会で、いつですかね、まあ、今から30年ぐらい前になりますでしょうかね。でそれからまあ、さっきの運動の調べはなかなか私は多分、三味線弾きの中でも数多く弾いているタイプの現場にさっき言ったみたいに比べられませんけど、しょっちゅう好きで弾いてるだけだから弾いているタイプの人間でございますけど、だからまあね、聞くといえば聞くし、聞かないといえば聞かないですね、あんまりやる方がいないっちゃいないし、まあ、でもこれからどんどん若い人にもっとやると思いますけど、とにかく3曲これは、あれでございますね、あの琴攻めでございますね、ちゃんとあアコヤの琴攻めの段でございますね、要はアコヤという、女郎女ガエルのゴイランかですね、あのあれですよ、過激用の居場所をはね、お前過激用の居場所知ってんだろ、まあ、過激用の話をします、長くなんかしませんけど、過激用の居場所知りません、知ってるはずだろ、知りません、じゃあ琴と呼吸と三味線と弾いてごらんって、どうしてですかって話なんですけど、その音楽を奏でることによって音楽がちゃんと弾ければ嘘をついてないだろうと、嘘発見器として琴と呼吸と三味線が置かれるわけですね、
これが弾けなかったらどうするんだって話ですけど、このアホヤはそれが上手なんですね。だ見事に琴を弾く、呼吸を弾く、三味線を弾くということになって、あ、本当に歌劇王の居所を知らないんだというのが、琴山今、まあ皆さん、あの三郎さんでご存知かもしれませんけど、おやりになります。でから、やでからじゃないですけど、役者さんは大変でございますね。全部やらなきゃいけませんからね、琴と呼吸とね、やこれも相方が入ってるわけです。先ほど時々歌うって言いますけど、歌っちゃ琴の相方があって、歌っちゃ呼吸の相方があって、歌っちゃ三味線の相方があってっていうふうになっております。でまあ、そんなにこう琴の相方だからって言って琴のメロディーなのかなっていうと、まあ、もう三味線できますからね、あの面白い楽しいメロディーにはなっているんですけども、もうそういう3曲糸の調べですね。これがまあちょっと20ちょっとあるかなぐらいな感じで、これはあの哲六とこう2人で弾いてみようかなと思いまして、その前の放題は半田雅恵さんが1人で歌っていて、で私と今弾いた哲七とで弾いています。それから3曲糸の調べは帝尊君と半田さん、半田さん乗ってね、半田さんとそれでまあ僕と哲六で弾いてるか、これ2丁2枚という形ですね。で、やってみようと思います。まずこの2曲をこうまずっていうか、この2曲を弾き終わったらおしまい、4つをあと1曲しかないですけど頑張って演奏いたしましたので聴いてください。